いいよ、あったのかなかったのか聞いてるの。それはないです。ないだよね。私からの電話です。それはゴルフの練習かもしれない。お酒飲んどるかもしれない。強いと思う。社長に連れとるよな。絶対そうだね。撮っとんの？撮ってるに決まってるじゃないですか。撮っとんのこれ。はい。笑顔で撮ってます。いつもです。いつもでした。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。5時半、はい、本社集合の予定が5時52分。ドバイ、俺らが迎えに来いの。さらにお前がなんか打ち合わせ、もう分からない。だから5時20分ぐらいには来ますと。なのに待てども暮らせども、はい、泣きども、はい、泣いたんですね。はい、今ドバで打ち合わせしてますと。ドバ来てくれないですかぐらいの話だったろ。いや、ミオがドバ行った方がいいですかって言っちゃいました。お前が行ったんだろ。こっちから行ったんだろ。そう、私が行った方がいいですか。すいません、ちょっとドバにどうしても行かなかんもんで、20分に来れないもんで、今からドバも組む買うんで、ドバにも来てくれないですかもなかったんだろ。まあ30分になっていいよ、あったのかなかったのか聞いてるの。それはないです。ないだよね。私からの電話です。ですよね。そうです、はい。まあ、何って、じゃあ何でそんなに怒るかっていうと、まあ、会社を買うと、買ってくださいと、まあ、仲介会社を通して、ね、はい、会社来てるから、まあ、どういう状態か、まあ、本当にだって龍二と、はい、堀田君も一緒に来るんだろ。3人で、まあ、俺も全然わからんから、しばーっとはあるっていうことしかないじゃん。はい、お前らがある程度判断して、はい、まあ、材料とかも結構な量だから、まあ、金額が、はい、何千万だな、ちょっと。売上は知れてる。まあ、そうなんです。1億ぐらい、1億2億ぐらいとか、2億で1億ぐらい。結構でかいですね。あんまり細かくちょっとね、守秘義務があるので言えないんで、会社の規模、場所とか。ちょっと場所とか、そういうのは実際わかんないと思うんですけど、はい、とにかく、はい、そういうことで、遅刻の電話を入れとるわけよ。はい、それも前もって分からいいわけよ。まあ確かにちょっと遅れそうですっていう。そうでしょ。そうです、ね。違います？そうですねって言ってるんですよ。そうそうす、聞いてますか？相手もみんな忙しいんだよ。はい。お前の家忙しいんだよ。はい。俺も忙しい。はい。すみません。そうでしょ？そうです。俺会社何時来た？5時45分50分に来たでしょ、ギリギリに。4時そうですね。やることあるんですよ。そうですね。それはゴルフの練習かもしれない。お酒飲んどるかもしれない。まあでもそれも仕事の一緒です。仕事、仕事じゃないけど、それも予定なわけです。あなたのね。そりゃそうでしょ。そうですね。みんな忙しいです。はい、そうでしょ。そうですね。暇な人はいないよ、誰も。確かに。テレビ見るのが趣味でダウンタウンデラックス見てたよって、うん、はい、あるでしょうか。そうですね。そうですよね。そうですね。うん、はい、まあそんな感じです。締め方気持ち入れ替えて、はい、まあ、会社見て、はい、まあ、ちょっと行った感じ、いろいろ材料見たりとか、はい、会社の内容聞かせてもらって、会議の時間の話、ネットできるとか、俺らの成長というか、はい、話があってしましょう。興味あると思うので、ぜひ、僕、まあの話も結構これが広がるので、チャンネル登録していただいて、続いてもらって、はい、ありがたいです。ぜひ、よろしくお願いします。お願いします。お疲れ様です。お疲れ様です。龍二、はい、今会社行ってきまして、規模的にはちょっと想像と違ったけど、あ、そうそう、綺麗な会社でな、そう、なんかすごいクリーンな、真面目に働いてきたような。そうだな、いい社長だったしな。まあちょっと守秘義務があるので、あんまり細かいこととかちょっとまだ言えんし、まあ、実際に商談政治、まあ、社長自身は結構前向きっていうか、もうしっかりやりたいなみたいな感じだったな。そうそうね、全然ない。商談もいっぱいあるから、いや、もう職人さんが足りてないから言ってましたね、ずっと職人がいないから。じゃあうちの強みと向こうの強み、向こうってなんかやっぱある程度しっかりした会社じゃん。そうだね。だからね、人を集めれたら結構売り上げは絶対上げれるし、利益も出せるんじゃないみたいな感じ。初年度は絶対利益は出せるよ。ほら、これいかんの、ここはM&A だよ。企業手先だよ。仲介手先、それだけ手間が食うのしょうがないんだよ。そうです。ここがあるので、あそことも兼ね合いで金額が合うのかなと思うけど、なんかまあ、ほんまに気になることあったの。職人顔を見てみたかったんですよ。なんで、そんな逆になんか人が足りないって言ってたね、人が。うん。そんなんか、それも多分理由がある。あるいや、人手がいないんだろう。人手はいないですかね。夏なんだろう。あとはまあ、ほんと金額的な折り合い。このも大体の資料があって、金額のことも聞いてるけど、あとはその金額がお前らに見てもらって、材料がすごい財産があるからな。
どう計算して弾いて、あと仕事で取る場所のが利益です出すっていう。やっぱ人がやっぱね、あの社長さんだと、あの社長さんだからもそう。で、多分それってやっどうやと思うんだよ。社長に連れとるよな。絶対そうだと思う。あの人だったな。だから慕われとる感じの人だったな。いや、そういうところにさ、俺ら職人もどんな感じか僕らも分からないし、今まであの足場会社をどうまとめてきたか僕らも分からない。そうですか。どっちかというと僕らは怒られてもすいませんみたいな感じかも。俺たちもわしゃわしゃ言うな。じゃあまた報告できるようになる。まあ本当にあった感触は良かったな。あとは金額の面でできるだけ譲歩して、あのフィーがね、見てくれ、見たの金額聞いたら見たのね、持ちは持ちやって言うからさ、しょうがないよね。それはしょうがないな。たけお互いに M&A のサイトとかあるのね。あ、お前が売りたい、俺が買いたいで、ね、出会って、ちょっとわからない弁護士とかそういう M&Aのこういうのつけましょうかって言ったら、通訳になったみたいなのもあるし、そういうのやってくれると思って、はい、直接はちょっと難しいので、ね、あれだってやってくれないっていうセットにしようと思って、そこで言うのはこれぐらいじゃないですかって最近思ってですね、あそこはね、つけてきて提案から全部入ってくるだから、そういうことだよ。まあ、そんな感じです。今日は酒飲むか。から大事件起きるね。ちょうどチャンネル登録ぜひ。はい。最近ちょっとね、大事件目白押しだね。大事件って、確かに、ね、事件ばっか起こる会社のように見えるけど、あの普段はね、そうですね、動画撮ってるこの30分の間に事件を凝縮させてるけど、ね、基本的に他の普段は普通に仕事しますからね。平和ですからね、普段は。本当は平和ですから。一部だけ見てるとなんか、この会社誰、事件ばっかあれとんな。足場の買い取りと、はい、資材というよりはもう工具とかの買い取りかな。資材はね、ちょっと難しいなってやっぱ声が出てもらったけど、いろいろちょっとね、細かすぎてちょっと資材はちょっと難しいけど、まあ、これ上だったら買ってくれる。足場資材は全然買うよ。なんで建築資材ってなると配管とかさ、電気のせいとかちょっと難しいなでそういうアプリみたいなの立ち上げようと思ってるんで、はい、で勝手にまあそこで売買できるみたいな、まあ、そういうのぐらいやっていいかなと思うけど、まあちょっとそこ難しいな。工具と足場次第はまず買い取りの額になりますので、はい、また買い取り相談してください。はい、あとあのイベント、オンラインセミナーいつだった？7月14日、はい、まあ、これは、ね、大イベントになるので、あの、はい、バチバチの社長と俺とね、そう、もう対談形式で進めるとたった1000円でそれ聞けるので、ぜひ聞きに来てください。はい、よろしくお願いします。お願いします。また見てねー。